たから頑張った方だよ。行こう。330。あ、しかもハーネスステージからスタートしてるよ。なんで？いい感じ。設定3以上の可能性アップ。え？そうなんだ。ね。当たったかも。当たったー。よかったー。なんで？え？なんで？多分天国に上がってて当たった。当たりました。1013ゲーム。なかったっす。願いが通じましたね。危なかったですよ。お、ペルちゃん。小田急線向こうが丘遊園北口から道なりにまっすぐ進めばもう到着です。じゃーん。店内には地域最大級のスロット240台以上設置、各種サービスも充実しています。お車バイクでお越しの方は駐車場をご利用いただけます。そういえばさ、前俺のペルセポナでなんか頑張ったよね。頑張った。やる？やらないです。やらないです。誕生日プレゼントちょうだいよ。いや、頑張ってください。私、今日の私は足手まといなんで。いや、300乗せたじゃん。ハーデスで見てますよ、見てます。いや、いいかいいか、誕生日プレゼントください。見てますよ、見てますよ、早く打ってください。よし、弱い、揃わない。いや、絶対ダメだってこれ。あー、もう、待って。あー、タック。はー、ヤフ。いやー、厳しいわ、今日は厳しいわ。1年で一番優しくされていい日なのに。あ、おお、おお、角乗った。乗ったことないんだけど、ジャッジメント。たまにあるよね、たまにね。千枚。お、お、先乗せ、先乗せ、先告知。あー、中段キナナで30か。いやー、300惜しかった。ジャブ、びっくりした。ただのデジャブで槍が降ってきた。ちょっとびっくりしちゃったよ。ビビらされました。いやー、終わる。30ゲーム乗せとデジャブで30乗せて終わり。あー、戦えてないぞ今日は。今日一の見せ場は何ですかね。何ですかね。ないな、今のところ見せ場なんていうものは。あー、参った、今日は厳しい。お願いしました。そろそろ勘弁してください。リール舐めてんのかと思った。どこの世界にリールを舐める人がいるんですか。いや、ここの世界に。
リールを舐めたら何かあるんですか。わからない。初めて言われたらリール舐めてるんですかってパチスロ結構好きな方だけどリールは舐めないよ。舐めるぐらい好き。ないね、それは。ないない。パリンパリン言ってるだけで何にもないわ。風が吹きました。風が吹いたことをそんな大々的に発表する人も初めて見た。お、風が吹きました。よかった。風が吹いたことがすごい大事件みたいになってるよね。大事件。何も起きないうちらにとっては大事件。ゴッドを引こうって言ってる人間たちがさ風が吹いて声を上げてるって。風吹いた風吹いた。戦国準備っぽいところで風吹いた。ダイヤは宝石が2連して、残念でした。残念賞。あれ当たるか。なことねえか。お、なんでダイヤ2連、宝石2連かもしれないし、その前にモードが結構いいところにいたから天国上がって当たったのかもしれない。いやー報われた。ちょっとだけ147で当たり。犬か。火吹かないですかね。火吹きたいですね。全然吹かないですね。何事もなく60ゲーム終わり。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。でも枚数は結構取れたね。なんとかしたい。こんなんばっかりだ今日は。往生際の悪い男。往生際がちょっと悪いですね。これでラスト。プチュンって言ったらね、かっこよかったけど終わり。終わりですよ。終わりです。残念ながら。終わりました。ある意味終わりました。いやー辛かったね。辛かったです ね。いいところって言ったら何だろうか。ハーデス突破ゾーンのジャッジメントのハーデス見せたことぐらいですか。そうですね。他は何かありましたか。とは特にないですね。引いてねえじゃん。引いてねえし、サマウンヌンじゃねえし。そうそうそう、ね、うん、ちょ言います。結果。いや、いいですよ。言わないの。言うの。そんなね、傷に塩を塗るみたいな。すげえ切れてるな。いや、切れてないけど。俺から言いますよ。僕は、投資が意外と言ってて、2550枚使って390枚交換。なんで2160枚マイナス。なるほど。私、細かくは言えません。と、忘れちゃった。
2900万投資だね。行ったよ。回収が989枚です。え、で1000枚切ってるじゃん。切ってます切ってます。だよ、俺のが負けてんじゃねえかよでもそういう戦いじゃないから今回はどっちが負けた方が何かを受けるってわけではないので、もうそれはもう潔く残念だったね。誕生日とか言ってさ、そう誕生日ってやっぱしゃべっさっきちょっと喋ったけどさ、1年で多分一番優しくしてもらえる日じゃん、いろんな人からさ。だいぶそっぽ向かれましたね。金取られた上にこれやんなきゃいけないんだよでも何これ、でも何なのこれ。これはしょうがないとして、でもなんか納得いっちゃったのが、自分たちの引きが悪いなっていうのが納得しちゃったのが、ね、すげー出てたよね。ハーネスの島本当にうちら2人以外出てるんですよ。そうピンポイントで2人出てなかったよね。だからピンポイントで空いてたのかな。朝びっくりしたね。みんなエスパーなのかな。そうなのか ね、なんか知ってたのかな、あの2台には。そうなんかあったかな本当にね。まあそんなわけで、まあ、僕らが悪かったってことですか。そうですよ、武者さんは頑張ったと思います。あそうですね、はい、じゃあ次回はもしばなんとかできるようにします。丸山さんもなんか毎回それ言ってるような気がする最近全然勝ってないんですよ。そうもういい、じゃあ、もう負けたというかゴッと引けなかったんで、代表して僕が罰ゲームダーツやります。誕生日罰ゲームですとりあえずあの低周波とドリンクやりましょう。下の方はやめるってこと。そう終わりました。お願い、行きます。えい、もう一回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 、もう本当に低周波やめてマリモさん。いや俺だってやりたくてやったけど引き寄せられちゃうんだよよっぽどやりたくないですね相当避けてるよね。その場で決定。あー惜しかったな、もうちょっとセーフだったぞこれ。その場で決定だそうです。でもまだ具体的に分かってるよりまだなんか優しいんでね。なんとですね、マリモさん本日誕生日ということで今日で5歳になるんですか5歳か50歳ぐらいで、5本ですね。しかもマリモくんがねこっち向いてるから多分見えてないっていうこんな素敵なケーキを、もうローが溶けまくってますけど、いただきました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いやー2000枚負けた甲斐がありましたね。そうだねしみじみ言わないでください。そうね、そうだね、いいことありましたね、はい、最後に。じゃあこれ最後に消して終わり、お別れしたいと思います。はい、ではいきます。あ、消し、あ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 、なんか俺の寿命みたいな感じに俺の寿命みたいな感じになって、あ、消える消える消える、あ、消えた消えましたというわけで次回からリニューアルです。あ、見た見たまた次回さようならすごいミラクル夏の旅をご覧の皆様、今まで1年半ご視聴ありがとうございました。今年1度目のハーネスでは誕生日にもかかわらずゴッドイケツ申し訳ありませんでした。最後の最後に情けない実践結果になってしまった我々が、次回から始まるダーツの旅 in 銀座 S スタイルの宣伝を低周波を受けながらしたいと思います。実践程度は大きく変わりませんが、実践結果次第で番組オーナーの皆様がどこをするかもしれない出来事が起こってしまいます。その他にも毎回ある人が勝手にビデオレターを送ってきたり、その日の実践を振り返るためのフィニッシュ的なものになりかまわない。これからもマリモ前のダーツの旅銀座へスタイルを末永く温かい目でいたい応援していただければ幸いですとかように思います。それでは皆様また来週のダーツの旅に金座演出スタイルをよろしくお願いします。お願いします。痛い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